そのチャット GPT がなんかとんでもないものを開けちゃったんだなっていう、もうめちゃめちゃまあネット、インターネットとかコンピューターも相当とんでもないものを開けてるけど、チャット GPT でもう何ランクか新しい子とかあ開けちゃって、国会で早めに議論しようとかって言うけど、 国会議員の人に理解させるの大変よっぽど官僚の中に相当優秀な人がいても国会議員の人にこれが今どういうことなのかを理解させるの難しいと思うよ。やっぱり検索エンジンが交互で返してくるやつでしょうぐらいのところでおそらくそこまで言ってる議員だって相当すごいと思うけどなんかその IT 担当大臣みたいな人がさ これに関する法律なんか、生涯作れないと思うんだけど。